すごい。めちゃくちゃうまいです。僕は熊本の商店街で100年続く老舗洋品店で生まれ育ちました。20歳の頃にフランスに留学し、グッチ、パリ店で働きました。同僚になぜ日本には世界ブランドがないんだと言われたことが非常にショックで、エルメスもグッチもルイ・ヴィトンももともと工房から生まれたっていうことを知りました。日本のものづくりからそんな世界に誇れるブランドを作りたいと思ったんです。今は年間100以上の工場を全国津々浦々訪問しています。世界一流ブランドを手掛けながらも表に出ることがなかった職人の熱い思いや技術、地元の方が愛する本当に美味しいご当地グルメを伝えたいと思って YouTube を始めました。皆さんこんにちは、トシです。今福井の敦賀駅に到着しました。参道に続く道を歩いています。ゲーテン、ここ商店街でしょうね、商店街だと思いますが、ここにあります。結構広めの道で、昔懐かしの商店街という感じになっています。こんな感じで商店街続いてます。結構閉まってるお店が残念ながら多いですね。敦賀駅前の商店街はこんな感じです。ここが、地元の方おすすめいただいた丸さん屋さんになってます。地場の魚料理が食べられるということで楽しみにしてます。では行ってきます。めちゃくちゃ新鮮で、すごい美味しい。めっちゃうまいです。めちゃくちゃうまいです。ごちそうさまでした。今食べてきました、丸さん屋さんめちゃくちゃ美味しかったです。エビが、まあ、もうプリプリなのと、ブリもタイも、まあ、刺身が全部新鮮で本当にとろけそうなお刺身ばっかりでした。北陸の美味しい魚介食べたい時には丸さん屋さんぜひおすすめです。すんごい美味しかったです。1700円ぐらい1800円ぐらいかなしますが、せっかく敦賀に来た時にはぜひ皆さんご堪能ください。ではバイバーイ。